ゼイビア・セデーニョは、プエルトリコのグアヤリニャ出身のプロ野球選手。左投げ左だ。現在は、フリーエージェント。2004年、MLB ドラフト31巡目で、コロラドロッキーズから指名されるが、すぐには契約せずマイアミデイド大学へ進学。翌年の5月になって、ロッキーズと契約を結んだ。2010年の開幕前に自由契約となった。この年は、 どの球団からもオファーがなく、無所属だった。その後、プエルトリコのウィンターリーグで高騰し、2011年1月に、ヒューストンアストロズとマイナー契約を結んだ。2011年は、a 級コーパスクリスティフックスから始まり、トリプル a 級オクラホマシティレットホークス昇格を経て、9月16日のシカゴカブス戦でメジャーデビューを果たした。2012年は、 左のショートリリーバーとして44試合に登板した。ヒューストンアストロズ時代2013年開幕前の3月に開催された第3回 WBC のプエルトリコ代表に選出された。同大会ではチームサイトの7試合に登板して準優勝に貢献。2013年4月23日にウェーバー工事を経てワシントンナショナルズに移籍。ナショナルズ移籍後、 投げたのは11試合だけだったが、防御率1.50、ホイップ1.00を記録する投球を披露した。しかし、移籍前の防御率が悪かったため、アストロズとの合算成績は16試合の登板で、防御率6.57という内容だった。2014年もほとんど出番はなく、9試合に投げただけだった。しかし、防御率点八六を記録し、 投球イニングが少ないながら無支給に止めるなど、前のシーズンから比べると、一定の復活度合いを示した。2015年はチームから放出されるまでに5試合に、投げ、防御率6.00だった。2015年4月22日に、金銭トレードで、ロサンゼルスドジャースへ移籍したが、24日に、リーフとなり、27日に、再び金銭トレードで、タンパベイレーズへ移籍した。 レイズ加入後はコンスタントに登板機会を得て、シーズン終了までに61試合に登板し、チームで30試合以上に登板した投手の中では、最も良い防御率2.09を記録。ナショナルズ時代との合算では、66試合のリリーフ登板で、防御率2.35をメジャー初勝利含む4勝1敗、47奪三振で奪三振率9.2という、好結果だった。 2016年は54試合にリリーフ当番。前年ほどではなかったが、それでも3勝4敗、防御率3.70、ホイップ1.19という安定した成績を残した。持ち前の三振ダッシュ能力も健在で、脱三振率は9.4を記録した。タンパベレーレイズ時代2017年は左腕を痛めて長期離脱したため、9試合の当番にとどまった。 オフの12月1日にノンテンダー FA となった。シカゴホワイトソックス時代2018年2月8日に、シカゴホワイトソックスとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。開幕は、参加のトリプル a 級、シャーロットナイツで迎え、6月7日にメジャー契約を結んで、アクティブロースター入りした。2018年8月31日に、 ブライアン・コンネル、ヨハン・ドミングスとのトレードでミルウォーキー・ブルワーズへ移籍した。オフの11月30日にノンテンダー FA となった。2019年2月14日にシカゴ・カブスと1年90万ドル、出来高の契約を結んだ。オフの10月31日に FA となった。スリークォーターから平均89マイルパーワーのカッターと、 決め玉である平均81マイルパーアワーのカーブの2球種を使用する。2015年までは、速球の使用率は50%前後であったが、2016年は70%ほどに上昇している。2013年以前は、速球はシンカーやフォーシームが主体であったが、2014年以降はカッター主体に移行した。また、2014年以降スライダーを使用しなくなった。 ありがとうございます。